ねえ、大丈夫？やっぱり何かあったでしょう。実は女子社員が僕のことを無表情で何考えてるのか分からなくて怖いって言ってるのを聞いちゃって。大丈夫、そんなことないって。羽田君は優しいし真面目だから、そういう良さを分かってくれる人もいるわよ。じゃあ行きましょうか。あ、はい。それでこちらが今年度の保険契約の概要になります。前年度のものはメールで送らせていただいたと思うのですが、今年度は前年度に比べてより福利厚生に富んだ内容となっておりまして。すいません、今回の取引なしにさせてもらってもいいですか。します。あの社長なんて言ってました。ダメ、絶対契約取ってこいって。それまで帰ってくるなって。今日はとりあえずこっちに泊まって、明日ひたすら謝るしかないわね。羽田君は帰っていいわよ。いえ、残ります。僕が原因なんで。そんなことない。ありがとうございます。とりあえず宿を探さないとですね。今日2部屋ほど予約をお願いしたいんですが。あ、はい、そうですか。あ、わかりました、ありがとうございます。あ、すいません。どうしたの？あの今日明日とお祭りやってるみたいで、なんか満室で、どこも空いてないっぽいですね。やっぱり僕ネカフェかなんか探してそこ泊まります。ここシングルベッドしかないですし。いいわよ、大丈夫だから気にしないで。いや、でもなんか汗かいちゃった。ちょっとシャワー浴びてくるわ。はい。
張りした。あ、はい。羽田くん、羽田くんは悪くないんだからそんな落ち込まないで。今日はパーッと飲んで忘れましょう。ありがとうございます。でも僕昔からこうでいつも辛くて、なんだかんだ言って結局男はこんな顔なんすよ。そんなことないって。アニメのキャラにそっくりだなんて言われるんですよ。それに僕みたいな不愛想な男は派遣の営業なんて向いてないんですよ。何やってもダメなんですよ。そんなことないって。羽田くん優しいし。優しいってよく言われるもんですけど、優しい男がタイプなんてどうなんですかね。何でもないです。急ぐわよ。あ、はい。どうしたの？あ、木下さん、いや、昨日のことを思い出しちゃって。これから先また僕一生あのままなのかな。もう一度機会を持っていただいてありがとうございます。